こんにちは、ゆうかわじゅむらすです、こんにちは、競馬エイトの西野です。はい、いよいよね、上半期の総計さんというか、総計さん、グランプリ、はい、グランプリですね、はい、まあ、途中少ないですけど、まあ一応ね役者が揃ってそうですね、いいレースになると思うんですけど、そうですね、どうですかね、三強と言われてますが、そうですね、本命は私はゴールドシップにしました、はい、うん、というのも、これメンバーをこうやって見ると、実はあんまり去年と変わんないかな、状況も、っていうのは、まあ、ジェンティルドンナとゴールドシップがいて、はい、で、まあ、ウィンバリアシオンがフェノメノかな、去年のっていうのは、で、日経賞とね、天皇賞春を構想して、ここに来るっていうのは、まあ、フェノメノみたいな感じで、それでまあ、三強みたいな感じで、馬場状態もね、まあ、先週、まあ、ちょっとやっぱり時計かかりだしたんで、うん、まあ、今週はそんなに雨降らないようですけども、はい、やっぱりちょっとやっぱ力のいる馬場になって、うん、まあ、すべてにゴールドシップに、こう、うん、流れが向いてるかなと。はい、連覇の条件は整ったかな、というところで本命にしました。はい。浦さん、どう見ますか？全く同意見ですね。まあ、僕の場合はもうゴールドシップはもう阪神と中村しか買わないという。ああ、はいはい。京都と東京では買わないという。まあ、同世代同士の戦いの時はね、まあ、だと実は、ね、いろいろみんな、ね、いいところ悪いところを抱えながらのクラシックだったんですけど、まあ、こうやってコバになって特徴がある程度出てきちゃうとね、やっぱり、東京に強い馬は東京で強いし、あの京都に強い馬は京都で強いし、まあ、その点ゴールドシップは阪神では負けないと、そうですね、このスタンスでいいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、馬場もね、適度にやれてきて、まあ、他が苦労する分このまま全く苦にしないんでね、まあ、このままでいけるかなと思いますね。ジェンティルドンナはどう？そうですよね。まあ、去年もね、ミチバルが敗因なのか、まあ、両馬に越したことはないですし、ちょっとね、今回気になるのは、まあ、5月の中旬ぐらいから時計出し始めて、6月の、ね、上旬にちょっと緩めた感じがあるんで、万全じゃないかなっていう気も私はします、ちょっと、はい、でそこら辺でちょっと信頼度は低いかなと、なるほどね、まずもう一頭のウィンバリアションはどうですか？そうですね、僕はね、まあ、ね、崩れない馬なんで対抗にはしたんですけど、まあ、なんでゴールシップより下にしたかといえば、僕はね、やっぱりちょっと、なんですかね、このまま、コバになってからでも、重賞で連帯したことは2400以上なんですね。あ、そうですね。一昨年の宝塚記念でもね、4着、あの時も陣営自信があったっぽいんですけど、ちょっとね、動き始めて、直線鈍っちゃったでしょ、足がね。だからね、僕はこのままだと本来2400以上なんじゃないかなっていう気がすごくするんで、内回りの2200でどう動いていくのかなっていうのは、まあ、興味もあるんですけど、ちょっとゴールドシップ、対ゴールドシップではちょっと不利かなという気がして、ちょっと印は対抗までしたんですけどね。距離適性の差も結構あるんじゃないかと、ゴールドシップとは。気がするんですけどね。はい。じゃあ、どう変えますか？そうですね。ちょっとね、保険的には2、3着がちょっと、ゴールドシップの頭はまあ、ほぼ大丈夫かなと思ったんですけど、はい、2、3着にちょっと穴を買ってみたいなというところで、はい、フェムゲーム、うん、ちょっとね、穴馬、ここ2着に入れたいなと思うんですけども、これ天皇賞ね、はい、もう大健闘、大構想かなと、結構出負けして出して、で途中から結構早めに位置取りに行ってずっと外外と回されながら、はい、最後までバテなかったん で、あのね、このままもともと切れ味もあるんで2200ぐらいでこう切れ味を生かすような競馬ももちろん合ってると思うんで、はい、ようやくこう1000球との目処が立ったかなというところで、まだフレッシュですしね、今年まだ ね、そんなに使い込まれてないんで、はい、ハーツくらいの、そうですね、やっぱりこっちの方が初くらいとか読みがウィンバリアションよりっていうようなところで2着の穴でちょっと狙ってみたいなということで、3連単はこんな感じでデニムアンドルビーあたりも2着に入れての、こんな感じの3連単フォーメーションでいきたいと思います。はい、はい、僕はちょっとフィンまでは届かなかったんですけど、まあもともとね、宝塚記念ってそんなにガチガチで 1,2 番人気で決まるイメージが全くないんで、やっぱりいろいろ警戒したいですね。僕は北高ブレイブは、まあ、ここ2戦の柱も本物だと思いますしね。あと一番穴目で言うと当選冗談、まあ、このまま劇的にガラッと変わるのはもう毎度のことなんで、前走もね、そんなに悪い内容じゃなかったですしね、攻め場の内容なんかも非常に良くなってきてるんで、まあ馬場も恋馬場も合いそうですしね、内田騎手がね、もう前に持ってったりなんかすると、去年のダウンバラードっぽい走りが期待できそうかなと思って、はい、まあこの辺が絡むとちょっとこの攻めでもちょっとホワイトが期待できるかなと思いますね。はい、はい、
まあちょっとまあ見解ゴールドシップからちょっと、うん、ちょっと穴を連穴を狙うようなそうですねという感じの見解です。他の2強にはちょっとね、はい、あれしてもらってっていうのがいいことで、ね、お互い2人とも当たればそうですね、いいですね、はい、ということで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。